どうもなおちんです。今日も戦国無双5をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。ようやく完成しました。ようやく完成だね。お見せしましょう。はい、全キャラコンプリート。いやー、時間かかったね。結構時間かかった。で、このキャラクターの中で一番最後に手に入ったキャラクター、なんだと思う？一番最後に手に入ったの、なんと、孫一。孫一ですね。無双オロチの時は本当にね、こいつ強くって、すげえ使ってたんだけども、今回も結構強い。まあ、大筒自体が強いんだけども、孫一の固有の技とか、かなり強くなってるので、おすすめです。まあ、一番最後に入手できたね。あとは、あ、今川くん。今川くんもね、最後の方だったね。なんか、あれだよね。蹴鞠のイメージ。ボールを蹴ってるイメージがあるんで、ちょっとなんか今日っていうか今回、違和感があるんだよな。みんなもそう思わない？なんか、蹴鞠してるイメージがあるよね、今川くんって。なんかそんな感じ。で、今、だいぶ進んで、まあ、全部1章から6章までは全て終わって、最後の2つだね。こことここが残ってます。でも、俺はその前に、こっちじゃなくてこっちをね、進めようと思います。まあ、前回の動画で、ここの道場、レベル5まで上げまして、レベル50まで上げることができるようになりました。あと、武器熟練が S だね。とりあえずここを一番最初に上げた方がいいです。で、次は、鍛冶屋。鍛冶屋も上げた方がいい。ここを上げると、技能レベルが8から9まで上げることができます。8と9じゃ結構違ってくるので、まあ、道場の次は鍛冶屋。これを狙っていきましょう。俺もここを頑張ってやってます。で、施設強化が、鉱石がなんと800個。だいぶいるよね。まあ、頑張ってやっていきましょう。だいぶ下の方まで、クエストができるようになりました。ここかな？鉱石が19個手に入る。ここが一番美味しいね。S ランクが取れれば、1回で50個ぐらい鉱石取れるのでおすすめです。まあ、もっと下まで行けばね、1回で60個ぐらいゲットできるんじゃないかな。まあ、とりあえず今日はここやりましょう。で、このクエストは、スコアがすごく大事になってくるのよ。スコアをいっぱい出すためには、ヒット数が多くて、火力が高いやつっていうのがベストです。まあ俺基本信長を使ってるんだけどね。ヒット数すごい出せるんで、やりやすいです。まあ信長と光秀でいきましょう。ではやっていくね。まあ基本的には、まあ、とにかくたくさん倒すっていうのが重要です。まあ、たくさん倒してヒット数をいっぱい稼ぐということですな。信長はチャージ5のヒット数が結構えぐいんで、それを使って、上げていってます。まあ、レベル50っていうのもあって火力はもう申し分ないよね。申し分ないです。光秀の方いるか。とにかくコンボ数を途切れさせないように頑張っていきましょう。じゃ1000コンボ OK。 1万コンボ取れればだいぶいいのかな。まあ、どれぐらいでスコアが上がっていくかっていうのがまだいまいちつかめてないので、まあ、とにかくコンボをやめないようにいこうね。さあどこに出てくる。なんかクエストが全然発生しないな。こっち側はもう信長に任せて、反対側を秀吉でいこうかな。あ、来た。さあ最初のクエストは何だ。お、強敵か。お、いい。オッケー。いい感じで取れるね。ヒット数取れるよ。鹿之助もう倒さなきゃいけないのかなあ、撃破ね。よっしゃ、じゃあ撃破に行きましょう。あれこいつじゃない。あ、来た。おお、あっぶねあぶねえあぶねえ、ヒット数が途切れるとこだった。よっしゃ、いけいけ。ちょっと待って、あれいないぞ。あ、あっちか、あっち側にいるということは光秀にお願いしよう。お、無双で無双で100体結構きついぞ。いけ。あー、こっち溜まってない。ちょっと待って、溜まってない溜まってない。うん、やば、これはちょっとまずいかもしんない。一箇所取れないか。まあ、極力いこう。必殺は2回使えるね。2回でいけるか。おっしゃ、どっかいない。あ、出てきた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 。よっしゃ、オッケー、頼むよ。あと12体なんとかこれで稼いで。オッケー、いいね、いいよ。じゃ次、よっしゃ、次はどこにいる。あ、ここ結構数稼げるな。よし、ここで数をだいぶ稼いじゃおう。狭いところいいね、いいよ狭いところ。あ、いたいたいた。よし、いけ、なんとか S ラン A ランクまで稼ぎたい。無理か無理か。おっしゃ、いけ、いいね。あ、 A ランクきた。 OK、A ランク取れれば、まあ大体 S ランクぐらいいけるかな。あああ、先倒しちゃった。こっちにもいたんだよな。ネームドが1体倒し損ねたけども、どうだ、 S ランクいってくれればいいけどな。うん、やっぱ A ランクと S ランクじゃ入手できるアイテムの数が結構変わるのよ。10個近く変わるんで、極力 S でクリアしていきたいところ。さあどうだ、 S57 個だね。1回で57個、なかなか美味しいと思います。はい、あ、そしてね、昨日この道場の強化をしてレベル50まで上げたじゃない。実際ね、50が頭打ちなのよ。だけども、まあ、50からさらに、レベルを上げていくと、能力値がね、上がってくるのよ。ほら、プラス19とか、レベルは50のまんまだけども、おそらく、ステータスが全てマックスまでは上げれるんだと思う。うん。まあまあ、それに関してはまだ、後でやっていこうと思うんだけどね。あ、あとね、ここ。武器熟練度、これを上げていっても、上がるのよ。自分の能力が。なので、すべて S ランクにして、レベルをちょっと上げれば、多分、ステータスマックス、いけると思います。うん。武器はね、どうしても、攻撃をね、弾で1個入れるんだけども、攻撃を入れずに、攻撃力マックスに、うん、マックスの状態を維持できるようにもなるかもしれないね。まあわかんないけども。はい。まあまたね、どんどん進めていきます。今日は全キャラコンプリートしましたよっていうところです。孫一かっこいいね。では、またやっていくので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。